どうも、めっちゃめっちゃメッセージ。はい、ということでね、寝起きですけど、はい、もう朝から飛ばしていきます。はい、もうね、今日はね、これね、モテるランキングやりました。ほんで、他にもね、政治上のランキングみたいなのもやりました。ほんで、はい、次。はい、もうこれ皆さん、待ってたと思います。モテない強豪校、まあ、ランキング、まあまあランキング、はい、やっていきたいと思います。これね、結構ね、まあ、モテる高校ってね、まあ、いっぱい、結構あるんですよね。結構アベレージ持てるんですけど、もうほんまに、持てない高校。ほんでまあ言うたら、あんまり女性から応援されにくい高校っていうのをね、ちょっとね、ピックアップしてきました。ほんでね、その理由とかもね、言っていけたらな、ということでね。で、やっぱりね、思うのは、この持てへん高校は、やっぱりでも持てる高校のライバル校にある確率は高いですよね。まあまあ、とりあえずやっていきますわ。持てへん高校ランキング。まあまあその3位とか、まあまあ一応つけるなら、まあ3位は、これ金剛大阪やと思うんですよね。これ金剛大阪、今回も選抜出てました。なんで持てないかと、金剛大阪。これはね、自分なりに考察してきたんですけど、結構金剛大阪ってもう自分の時からも強いですし、ほんで自分の上の時からも強いですし、で、やっぱ練習がものすごい厳しいと。ほんで、通学生やし、まあ、甲子園にも出てるし、ほんで、強豪やし、結構名門倒すし、モテるやんって思うんじゃないですか。ほんで、自分もそう思うんですけど、これね、圧倒的かわいそうなのがね、金剛大阪。これなんでモテへん理由が、てかまあ、モテへんのかって。これね、金剛大阪ね、五輪狩りの期間が長いんですよ。だからしょっちゅう五輪狩りしてるんですよ。ほんで、やっぱりそれのせいで、もうほんま、あわよくばソリンって言ってね、カミソリで、行って、ソリンって言うじゃないですか。ソリンもたまにある。だからね、圧倒的女性は、さすがにね、彼氏、やっぱ野球部ではやっぱりね、五輪狩りはね、さすがに嫌じゃないですか。だから、ここの五輪狩りの期間が多すぎると、あとね、こう、試合見に行っても、なんかわかります？まあ、例えばね、モテる高校どこですか？オーミーとかやったらね、ノックとかでも、はい。わかります？ちょっと かっこいいんですよ。もう声の出し方とかも、あ、こっちこっちみたいな。もう、金剛大阪はほんまにね、お前もう、エネルギーステロイドの食べたんかみたいなね、飲んだんかみたいな感じで、もう、うわーみたいな、ノックしてます？もうエグいんですよ。ほんならもう、女の子見に来たらどうですか？もう、明日はちょっと、俺試合あるし、見に来てくれへんみたいな、結構ね、ロマンティックな、あれを送って、ほんでパーって試合始まったら、もうね、じゃあノック始まったら、うわーみたいな、もうほんまに怖いんですよ、ノックとかもね。やっぱりね、そういうのが原因で、やっぱりちょっとね、金剛大阪は、強さとモテ度が比例してないんです。だまあ、3位ですね。ほんで、これ2位は、これはまあ、近畿じゃないんですけど、まあ別に近畿とかやってないからいいか。これね、もうモテへんなっていうのはやっぱり人生学院ですね。やっぱ香川県人生学院って言ってね。これ香川県の人生学院って言ったら、まあ、まあ結構甲子園には出てきますよね。高松商業か、もう人生か、あとは、英明って言われるぐらい、まあ三強、ほんでまあ他にもサムカムとか三本松とかもいるんですけど、まあ香川県はまあしょっちゅう甲子園に出てくるチーム。ほんで、このね、人生っていうのは、ものすごい古豪なんですよね。こう、昔から、こう、まあ、歴史のある高校で、で、やっぱりこう、関西のやつとか、やっぱ地方のやつからのパイプが結構太い高校なんですよ、人生ってね。ほんで、やっぱそれが原因で、すいませんね。高松商業のファンがえぐいらしいんですよ。だから、香川県で、まあ、大会とかで、まあ、当たるってなったら、まあ、決勝とか、準決勝とか、まあ、それなりに客も、ブラバンも入って試合するんですけど、もう、ほんまに、ドアウェイらしいですね。で、やっぱその、高松商業はやっぱりこう、なんていうんですかね、まあ言うたら、チャラい。まあ、守備もね、チャラい。ほんで、なんか言ったら、まあ、ちょっとかっこいいやつっていうか、やっぱかっこいい人が多いじゃないですか。やっぱ2015年でした、米幕選手やったり、もう年代もね、やっぱこう野球のなんかかっこいい感じの、うっさいなガキ朝からあんま。ね、わかります？なんかちょっとこうかっこいい野球をしてるのが、まあ、高松商業。ほんでやっぱね、そこのファンが多いせいで、やっぱり人生学院っていうのがものすごくこう行きにくくなってると。ほんで人生学院のグラウンド行ったらわかると思うんですけど、
試合中に陸上部が宇宙から走ってくるんですよ。ほんで、パチンってこう宇宙艦とか行ったら危ないって言っても、陸上部はもうほんまにね、外野を信頼してますから、もうほんま無表情で走るんですよ。あれはもろさいな、それからガキがほんま、まあ、俺が一番うるさいで、雨降ってんぞ、雨降ってんのよ、ガキうるさい。ほんでまあまあそれは置いときましょう。ほんで人生学院いました。ほんでね、もう人生学院はだからやっぱそういう、古い野球とやっぱその関西人をちょっといっぱい取ってるってことでちょっとアウェイになってる。ほんで涼しい高松商業がおるから、なかなかモテない。だから人生でモテるってやつはまあいないですね。だからこう強さとあれは比例してないですよねって。ほんでね、これを言ったらそれはやっぱ関西人とかを取ってるからモテへんねんなーって片付けてますけど、やっぱ修学館とかね、やっぱバーって関西の人からいっぱい行ったじゃないですか。修学館とかはもう向こうではモテモテですから。だからね、ここはね、異例です。だから、城北とかも、やっぱ、大阪のやつとか行ったら、モテるんですよ。でも、やっぱ、人生は、なかなかモテない。はい。だから、これはね、人生は、これ、モテないって覚えとってください。でね、これは、まあ、1位ですかね。これ、もう、最も自分は、これ、悲しい。もう、悔しい。悔しいですね。もう、悔しい高校やと思ってます。はい。滋賀学。これは、1位ちゃうかな。これはね、でもね、ほんまにね、もうほんま、前までってか何年前、ほんま 4,5 年前ぐらいまではそんなことなかったんですよ。まあだからこれ前も言いましたけど、近江の普及ですよね。近江がパーって出てきたせいで、ものすごい滋賀が行きづらくなってるんですよね。で、滋賀といえばね、どこや、いっぱい滋賀学に、近江、ほんで他どこ、比叡山とかまたちゃうんかな。まあ、増田東ちゃうわ。彦根東とか。まあまあ、ちょいちょいね、出てくるんですけど。やっぱりね、この近江のやっぱ女性ファンの多くて、ほんで、やっぱこう、私学ね、こう、ダンスでね、一世をもう風靡してるんですよ。もう、私学といえば、もう、私学ダンス。てってってってて、てってってって、やっぱあったじゃないですか。で、私学ダンスってね、もう、あれでもう言ったら、まあ、メンバー外れても、生き残る道をね、こう、作ったじゃないですか。ほんで、あれはもうめちゃくちゃ面白くて、ほんで、もう一世ほんま、ブーム。で、もうちょうどヘリコプター打法の時ですね。もうで、ものすごいこう、自分らの中学校でもやっぱ私学って言ったらダンスおもろいっていうので、自分らのアルプスも踊ったりね、ダンスをモノマネしとったりしとったんですけど、やっぱりね、もうこれもうほんまに、もう悲しいんですよ。自分大好きな私学が、もう近江が、もうすごい涼しい、モテる、ファイヤーボール、で、なんかもう、挙句の果てにはね、もう洋楽もね、もう、応援からしてるじゃないですか、テイラー・スウィフトの。てまあ、また多分ちゃうんですけど。してるじゃないですか。ほんで、それのせいで、うちの私学がなかなかね、だからもうほんまに、もうすごいやりにくいらしいですよ。滋賀の、まあ、大津町っていうグランドかな。ちゃうかな。大津山のグラウンドでね、まあ、大会があるんですって。決勝戦。私学対近江。もうね、すごいらしいんですよ。もう、私学がものすごいこう、ちょっとヒール、もう悪役になるらしいんですって。で、やっぱこう、近江はやっぱ女性ファンも、もうほんまにものすごい騒がれるんですけど、まあね、ノック中ももう、女の子とかもう、わかります?こうし、近江がノック行ってる時はもうみんなね、野球女子のカメラマンみんなこう張り付いてこんなんなんですけど、私学がシートノック始まったらもうみんなトイレでいないらしいんですよ。もうそれぐらいもう私学はもうこの今はもう外れ子やと。もうこのモテには一番遠いと。ほんで、でもこれはね、最後、まあ1位ですけど、まあこれ言いたいのは、これアベレージですから。たまにだから言うたら、わかります?この、なんでしょう、街道、百獣海賊団みたいなね、一人だけズバ抜けてますよ、みたいなのがあったら、それはね、自分は、わかんないんですけど、アベレージモテへん高校は、この3校です。はい。まあ、他にもね、地方とか探したらあるんですけど、まあ、とりあえず、まあね、まあ、これ10分間ぐらいで、まあ、喋るってなったら、まあ、この私学人生、金剛さが、はい。これはもう正直、自分は、
もう結構虚しい気持ちでいっぱいですっていう大阪開成も自分のイメージがあるから全然モテへんやろってイメージありますけど、ちょいちょいモテるやつはモテますから、はい、ということで今日もやっていきました。皆さんが思うモテへん高校ランキングはコメント欄に、はい、ちょっと寝起きでね、すいません、それ。